はい、こんにちは、ザボナルショウです。今回ですね、何々色をきれいに染めろっていうシリーズ、前撮りまして、コメントの質問から来た足をきれいに緒にならないように染めるっていうのをまず第一弾でありまして、その次が紫ってやったんですけど、それの第3弾、今度はオレンジ、オレンジでございます。オレンジ系、まあ、オレンジ系っていうのはですね、まあ、いわゆるこういうね、これさんでもないですけど、オレンジだったりとか、まあ、このティントバーでもタイガーリニーっていう一番代名詞みたいな、はい、色があるんですけど、まあ、こういうモデルさんみたいな、ね、色があるんですけど、オレンジはですね難しいんですよ。難しい、全部難しいじゃないかと思うんですけど、オレンジは特に、なんだろう、綺麗に鮮やかに染めれるようになったのってぶっちゃけここ最近なんですよね。最近なんです。もともと染めれたは染めれたんですけど、まあ退色が早い、なおかつ赤っぽいオレンジになっちゃうっていうので、こうなんだろう、みかんみたいなオレンジって結構難しかったんです。難しかったんです。そんなオレンジの、まあ、綺麗に染めるポイントと、まあ、なんでオレンジが難しいかっていうのも今回ちょっと説明していきたいかなと思います。ではオレンジ何が難しいのかと、ぶっちゃけ今は簡単になりました。簡単になりました。もうこれ単純明快です。カラー剤の染まりが良くなったからです。最近のオレンジのカラー剤が、まあ、さっき説明したみたいにタイガーリニーもそうですし、コレストンのこの、マンダリンとかもそうですし、オレンジ系の発色と色の定着が良くなったんです。ちゃんとったんです。これ少し前のオレンジ系っていうのはですね、まあこうまず色の鮮やかさがなかなか出なかったんです。で、色を鮮やかにしようと思うとちょっと赤っぽいオレンジになってしまって、なんかちょっと少しレッドオレンジみたいな色なんですね、になってしまって、黄色っぽいオレンジっていうのにしようと思うとなかなかこう表現できなかった。で、昔はマニキュア使ったりとか、数年前ですか、3、4年前ぐらいですかね、一番最初に塩基性でオレンジすごい綺麗なの出したのって、ロコルさんのバレンシアかな、レベルのロコルさんのバレンシア、あれオレンジだっけ、後に出たんですよ。後に出たんです。もう単純明快、多分難しかったんでしょうね。全他の基本色があった中でオレンジは後に出したんです。後に出した。それぐらい塩基性でもなかなか、表現するの難しいし、マニパニとかでも確かサイケデリックサンセットっていうすげえ名前のオレンジがあるんですけど、ものすごい染まります。ちょっとめちゃくちゃ抜けるんですよ。ハイダメージ網とかハイトーン網に染めると、みたいな、こんなオレンジになったのになんで1週間だったら戻っとるみたいな感じの、やっぱ色が結構塩基性、まあ、トリートメントカラーとかでも、まあ、で結構定着してなかったんですね、まあ、マニキュアっていう最終手段がありますけど、まあ取れなくなっちゃうんでカラーチェンジがしづらいと。で、普通の昔のカラー剤のタイプのものでやるとやっぱ薄いんですね。薄かったんです。で、なかなかこう鮮やかに発色させようと思ったらオレンジブラウンっぽく終わっちゃったりとかして結構難しいカラーでした。もう単純にダメージがあると、発色っていうか退色しやすいし、色の濃いなかなかオレンジを作るのが難しかったですね。色の濃いオレンジを作ろうと思ったら赤っぽくなっちゃったっていう風にオレンジは結構発色させたり表現するのが難しかったです。で、最近のカラー剤はそこをクリアしてます。なんで単純にオレンジを綺麗に染める方法としては新しいやつ使えば簡単です。新しいやつ使えば簡単ですって言っちゃダメですけど、ものすごいサイドがあって、まあ、色が濃いってことですね。オレンジの色が濃くてなおかつ赤っぽくないオレンジをまず基本のオレンジに用意してあげて、そこから少しレッドオレンジみたいな、オレンジのカラー剤、あとはゴールド系ですね、黄色系のカラー剤、まあ、こういうカラー剤ですね、こういうカラー剤ですね、赤と赤系のもの と、ゴールド系があれば基本的にオレンジは、まあ、これとかもそうですけど基本的にオレンジ寄りにもオレンジにもできるし赤寄りもできるしゴールドオレンジみたいにもできるし、もう単純明快です。はい、単純明快です。なんで基本的にはメインの濃いオレンジを準備してものすごいサイドがぶっ飛んだ、なおかつ、赤系とゴールド系を横に準備しておけば正直色相の色は簡単に作れます。で、あと他にも、まあ、カラー剤がまず何よりも重要なんですけど、
それ以上に重要なのは髪のやっぱりダメージですね。ダメージすぎるとやっぱ暖色は抜けます、抜けます。あのなおかつ例えばこういう鮮やかなビビットのオレンジ、ビビットのオレンジ、これあのこうやって右左か、こっち側からか、こっち側から徐々に鮮やかになってると思うんですけど、髪明るくすればするほどこう鮮やかに染まるよっていう見本なんですね。で正直このブリーチそこまでしなくてもオレンジっていうのは色が表現鮮やかにできます。なんでものすごい白く抜くとか、もうよっぽどこうコットンオレンジみたいな感じする時以外はよほど過剰なブリーチをする必要がありません。まあ、鮮やかすぎちゃうんですね。だし、まあ、結構オレンジで分かります。なので、まあ、過度にメイドブリーチをしすぎない、ダメージしすぎないっていう状態を作って、色の定着を良くしてあげればオレンジは綺麗に染まります。はい、他の青とか寒色とかってダメージだと結構染まるんですけど、まあ、暖色系のオレンジとかピンクとかはもうダメージしすぎるのも、なんだろう、一生懸命ね処理剤っていうケラチン振ったりとかトリートメントケアしてとかってその場では染まるんですけど、やっぱりその後の色持ちはあんまり良くないですね。良くなくなっちゃうんで、素材を大事にしながら、まあ、必要最低限のメイドまで抜いて、濃いサイドのオレンジを使うっていうのが、おすすめらしい。僕だと最近もう、このタイガーリリーっていうティントバーものすごい人なんで一回使ってみてもらえば、正直簡単ですね。これ使ってもらったりとか、あとは僕はアプリエの OR っていうカラーがあるんですけど、あれが結構好きで、オレンジ系はホーユーさんとかビューティーエクスペリエンスさんのもの、あとこちらのフォレストンの KP も、ベーシックカラーというかちょっと鮮やかなクリエイティブラインっていうのがあるんですけど、これでも全然十分濃いんで、この、程よく濃いマンダリンという色と、まあ、コントロールカラーを使ってオレンジを表現しております。レッド系はね、正直どこのメーカーさんでも、まあ、ないメーカーさんってないと思うんで、レッド系は、まあね、昔から色出すのも簡単ですし、ゴールド系は、まあ、ティントバーにもありますし、アディクシーのゴールドっていう色もありますし、まあ、これにもあるんで、まあ、ゴールド系も、まあ、そんなに難しくない色なんで、まあ、高サイドのもの、を準備してあげるのがいいかと思います。はい、トリートメントカラーだと、そうですね、ロコロさんのバレンシアも優秀ですし、うちだとカラーミューズのオレンジを使ってますね。あれも結構優秀です。でもやっぱり他の色よりもやっぱ塩基性のオレンジはもう全般的に言えるんですけど、やっぱ退色しやすいんで意外に鮮やかに染まりづらいと。なので放置時間とか、まあ、塗布量とかしっかり揉み込むとか、まあ、それがダブルプロセスで、オレンジにね、一回アルカリ性の体でかませてから塩基性でさらに再度出すとかという工夫が必要かなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はですね、オレンジをきれいに染める方法っていうのを紹介していきました。今これでアッシュ、青、紫、オレンジって言ったんで残り3色かな。赤はそんな難しくないんですけど、またきれいに染める方法とかおすすめの薬剤とか、説明紹介していきたいと思いますので、またよかったらチャンネル登録と、高評価ボタンですね、あとは SNS ですね、インスタ、ツイッター、お店のブログ等やっておりますので、またそれもよかったらフォローお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。